次のコーナーは振って朗読今月の新刊。はい、このコーナーでは先ほど紹介した今月の新刊の中から著作品を選んで私福尾由衣が朗読させていただきます。作品の担当編集者さんから読んでほしい部分をすでに選んでもらっています。今月のラインナップはこちら7冊となっています。今月多いよね。そしてこの作品を読むかはこちらのサイコロで決めたいと思います。こちら8面体になっておりまして、8が出たら振り直しです。では振りますよ。さ、せーの、えいやそいやそ。1番これ1番でいいの？あ、1番です。1番は結婚が前提のラブコメ6です。タイムリーですね。はい、ではこちらを朗読したいと思います。ゆいが転がり込んできた？白状結婚相談所の居間に早乙女カレンの驚愕に満ちた声が響き渡る。窓から差し込む朝日に金色の髪を輝かせながらエプロン姿で朝ごはんを並べていた時のことだった。婚活のことで親父さんと揉めちまったらしくて成り行きでな。円太郎がと苦笑する。カレンにとってそれは笑えない話。どうして彼女が毎朝ここで朝ごはんを作っているのか。表向きには花嫁修行ということになってはいるが、その真相は円太郎の胃袋をつかんで振り向かせようと狙うもの。恋のライバル、ゆいの思わぬ抜け駆けに茶碗を持つ手をわなわなと震わせていた。昨日は大変だったんだよ。ゆいちゃん、私の部屋から出て行こうとしないんだもん。パジャマ姿の葵が眠そうに目をこする。で、そのゆいはどこにいますの？台所の横の部屋にいるけど、まだ寝てるんじゃないかな。低血圧で朝は苦手って言ってたし。茶碗を茶舞台に置いたカレンがすくっと立ち上がる。葵がパチッと目を見開いて、カレンちゃん、叩き起こしてやりますわ。一人だけ朝寝坊なんて、そんな身勝手は許しませんわよ。おいカレン。円太郎の戸惑う声を振り切るように今を出た。肩を怒らせて廊下を突き進み、台所のすぐ脇にある部屋の襖を開け放つ。閑散としているはずの空き部屋に結の私物らしきものが点在している。有名なブランドのトランクケースの周りに化粧品やスキンケアの小瓶、着替えの洋服が乱雑に置かれている。部屋の真ん中に布団が敷いてあり、枕元にあるのは英語で書かれている難しそうな本と女子高生をターゲットにしたファッション誌。間違いなくゆいの部屋ですわね。じろっとゆいのことを見る。ゆいは布団を頭からかぶって寝ている。その重そうな綿の布団を両手で掴んで力いっぱい引き剥がしながら、朝ですわよ。掛け布団が宙を舞った。ゆるいパジャマを着ているゆいが体をくの字に曲げて寝ている。なんというか隙だらけだった。胸元とか腰のあたりとかくるぶしとか。追いかけてきた円太郎が戸口から首を伸ばしていたので横目を向けて、こほんと
わざとらしく咳払いをする。俺は今に戻ってるから。そそくさとした足音が遠ざかっていく。そうこうしているうちに目が覚めてきたようで、ゆいがもぞもぞし始める。背中を丸め、両手で自分を抱きしめる。さ、寒い。となります。いかがでしたでしょうか。本日は結婚が前提のラブコメ6を朗読いたしました。以上、ふってん朗読今月の新刊でした。